早々4コーナーでマシンが1台止まっているヤマハカデットオープンクラスです。引き続き小雨降る中のカデットオープンクラスのタイムトライアル、エントリー台数は17台、ダブルエントリーは2台、初参戦が2名ということになります。さあ、カレットオープンクラスはといいますと、ほとんどのドライバーがウエストタイヤを選んでいるんですが、中里豪太ベアレーシングだけがスリックタイヤをチョイスしてきたようです。さあ、36号車中里豪太、このスリックタイヤ皮むきを重視しているのか、それともこのタイヤでタイムを出していくぞということなんでしょうか。ヤマハカデットオープンクラス、まずはここで1周目を今計測しているところです。カデットオープンクラスタイムトライアル2分経過いたしまして、残り時間は2分。さあ、この後はですね、ヤマハ SS クラス、ヤマハ SS クラスのタイムトライアルとなりますので、 SS クラスの皆様は走行のご準備をしてお待ちください。さあ、ヤマハカデットオープンクラスのタイムトライアル、まずは全車1周は走行を完了いたしまして、現在のトップは吉井和弘、太田敦が今最終コーナー戻ってまいりました。吉井和弘、そして酒井龍太郎、太田敦、この辺りが現在トップ3台のタイムをやらせている形になります。さあ、そんな酒井龍太郎と吉井和弘の間には、これ関谷拓磨が入っております。関谷拓磨もタイムを上げてくるか。カレットオープンクラスタイムトライアル残り時間は1分を切りました。1分を切りました。現時点でトップタイムは酒井龍太郎48秒994、素晴らしいタイム。そして2番手が太田です。太田淳49秒762、50秒以内に、50秒で早くタイムを出したのはこの2名、現時点ではこの2名のみ。そして3番手には海軍さん、その後ろには吉井和弘、柴崎美琴、中島リオンと続いております。さあ、残り時間30秒を切りました。カレットオープンクラスタイム、おっと、ここで中島リオン、中島リオン文章レーシングはトップタイムです。さあ、中島リオンも本当にどんどんとタイム、そしてスキルを上げてまいりまして、表彰台常連メンバーとなっております、中島リオン。さあ、中島リオン、しかしそれでも酒井龍太郎にまだ届かないんです。さあ、現時点で酒井龍太郎がトップ。ここでセッターフラッグが用意されました。戻ってまいりまして、川野からチェッカーを受けていきます。さあ、川野からチェッカーを受けていきました。さあ、中里豪太もそれほどタイム変わらないですね。スリックタイムを選んでもそれほどタイムが変わらない。じゃあ、ここで太田淳が戻ってまいりましたけれども、タイムは自己ベストを更新したものの、順位変わらず3番手。中島理央も戻ってまいりましたが、酒井龍太郎に一歩届かず2番手で、このタイムトライアルを終えました。はい、龍太も最後タイムを更新しましたが、オーダー変わらず4番手。酒井龍太郎は最後の最後もきっちりとタイムを更新しまして、トップタイムということになりました。